何事だ。もう何ともないか。神格コウマ大聖、早くなんとか言えよ。オイラに説明させるのか。わかったよ。オイラが言えばいいんだろ。オイラたち今音楽を演奏できて溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても情報をつかめるとは限らないだろう。我ではない。わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと旅人とパイモンは知っておるはず。おいらが悪かった。認めるぜ。こんなに気まずい状況になるって分かってたら変にアイディアを出さなかったぞ。無事ならいい。我の知る限り夜叉の中にお前たちが探しているものはいない。それからこのようなやり方は気が気でない。次からはもう試すな。コウマ大聖は相変わらず風のようだ。そうですね。返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか。怪盗祭の間予定がないなら一緒に李勇校に戻って過ごしませんか。今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが、あ、龍神君といえば、最後に会ったのはいつですか。今日だ。朝早くに出かけ古老山の方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を童貞へ置いてきます。うむ、すまぬ。今の感じ神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間はリーユエコーで俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。なるほど、覚えたぞ。そういえば二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか。そうなんだ。あ、神格は山で修行してる時に何かの音楽を聞いたりしてないか。音楽とは何だ。お前を喜ばせたり落ち着かせたりする声とか音のことだぞ。張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え？